ラフォルビーの戦いあるいはヒルビアの戦いは1244年10月17日から18日にかけてに起こったエルサレム王国を中心に十字軍による騎士修道会やアイユーブ朝から離反したダマスカス、ホムス、カラク等の都市による連合軍とアイユーブ朝スルタンのアルマリクアルサーリフ率いるエジプト軍とホラズム洋兵による援軍の間で起こった戦いである。 1244年8月のホラズムによるエルサレム行為戦は、キリスト教国とイスラム教国の間で大きな継承を鳴らす結果となった。エジプトのイスラム教国に対して防御を固めるため、アイユーブ朝から離反したホムスの総督、アルマンスール・イブラヒムとカラク城を統治するナーシル・ダウドは、テンプル騎士団、聖ヨハネ騎士団、ドイツ騎士団、セイラザロ騎士団、及び、 エルサレム王国の残存兵力と同盟した。二つの軍はラフ・ホルビーの地で会合した。同盟軍側ではアルマンスールが2000の騎兵隊とダマスカスからの軍権隊を指揮する立場についた。エルサレム総主教の南都のロバートやティルス領主でエルサレム王国の将校でもあったモンフォールのフィリップらもいたが、すべてのキリスト教騎士団の指揮はヤッファと アスカロン白国のブリエンヌ白ゴーティエ4世に与えられた。キリスト教軍は1000の騎兵隊と6000の不評隊で構成されていた。トランスヨルダン人の軍はサンクール、アルザハリとアルワジリの指揮下に約2000機のベドウィン騎兵で構成された。一方、兵力でわずかに劣っていたエジプト軍はマムルーク朝の将校バイバルスによって指揮された。アルマンスールは 同盟軍に彼らの陣の防備を固めて、主勢を取り、不利な状況に置かれたホラズム軍が規律を乱して分散し、エジプト軍から去るのを待つべきだと勧めた。しかし、十字軍国家にとっては珍しく兵力で優位に立っているという状況で、全体の指揮を取っていたゴーティエ4世は戦いを避けるつもりはなかった。同盟軍の配置は、キリスト教軍が海岸沿いの右翼、 ホムス総督とダマスカスの軍が、中央、ベドウィンの軍が左翼へと布陣した。戦闘は10月17日の朝に始まり、キリスト教騎士団が繰り返し、エジプト軍を襲い、戦線を押し下げるべく奮戦した。エジプト軍は陣地を死守した。10月18日朝、バイバルスは戦闘を再開し、同盟軍の中央のダマスカス軍に対して、ホラズム傭兵を投入した。 彼らの凄まじい攻撃によって戦線中央は崩壊し、次に彼らは同盟軍左翼へと転進し、ベドウィン軍をバラバラに切り刻んだ。相レイ下の旧兵はガンとして戦線を保った者の,のほとんどが全滅した。アルマンスールはわずかに生き残った全軍280人の生存者と戦場から離脱した。正面のエジプト軍に加えて脇腹を ホラズム傭兵に脅かされた状態に陥り、十字軍側は正面に向き合っている、マムルーク軍を攻撃して、最初は成功して、戦線を押し戻し、バイバルスにわずかな不安をもたらした。ホラズム傭兵が組織されていない不評で守られた、キリスト教軍の背面及び側面に攻撃を仕掛けたことにより、彼らの教襲は徐々に勢いを失った。それでも、 十分に武装した騎士団は、頑強に戦い続け、彼らの抵抗が衰えるにはなお数時間を要した。5000人以上の十字軍騎士が死亡した。ゴーティエ4世、聖ヨ派ネ騎士団の隊長だった、シャトーヌフのウィリアム、トリポリの上司を含む800人の捕虜が連行された。騎士団の兵のうち、わずか33人のテンプル騎士団員、27人の聖ヨ派ネ騎士団員、 三人のドイツ騎士団員だけが生き残った。モンホールのフィリップとエルサレム総主教なんとのロバートもアシュケロンに逃げた。しかし、テンプル騎士団の総長アルマンド・ペリゴール、テンプル騎士団の元帥、ティールスの大主教、ロードとラムラの主教、バトラウンの領主で、ゴエモンの息子ジョンとウィリアムらは全員死亡した。1245年の第一理ン公会議で、 教皇インノケンティウス四世は新たな十字軍を招集したが、西欧諸国の軍が聖地に大軍を送り込むことは二度決してなかった。エルサレム王国はラフホルビーの戦いの余波で最もひどく損害を受けた。ヒッティーンの戦い以来大軍を催すことができなかったが、二度と決して攻撃的な活動を行うことができなくなった。ホラズム傭兵はエジプトと仲違いをした後、 1246年にアルマンスール・イブラヒムによってゴムス郊外で打ち破られた。これによってアイユー部長に長続きする成功をもたらさなかった。バイバルスはホラズム傭兵側に加わり、後にアイユー部軍のサーリフに逮捕され、牢獄で死亡した。ヒッティーンの戦いがエルサレムの陥落に至った大きな象徴的重要事であったのと同様にウトラメールで キリスト教戦力の崩壊を真に決定づけたのはラフォルビーの戦いだった。ありがとうございます。